今回は回り込みフォアの逆クロス、バックに来たボールをフォアに回り込んで打つショットですね。まあ、僕の場合右利きなんで、準クロスが右から左、逆クロスはあのバック側の左から右っていう形になりますけど、今回はかなりスピンの効いたショット、こちらをやっていきます。僕が意識しているのが2つだけあるんです。ここをちょっとね、あの抑えて実際にやっていきます。そう、まず1つ目、テイクバック、引いてからこう動いていきますけど、移動してる時も両足っていうよりもこっちになんか乗ってる感じで常にこうやって動いてるような感じ、まあ、この辺で例えば打つとして、直線でちょっと膨らんでる感じ、こうやって動く感じ、ターンをしてこうやって後ろから入っていく。やっぱ横から入っちゃうと力がこっちに逃げる、体も開いちゃうし力を向こうに左に逃げるんで、今回は逆クロスのスピンですけど、まあ、それをストレートにも同じ打ち方で打てるように本来はしたいので、結構このボールの入り方、ここも大事です。ターンをしてこっちに乗せる、で少し膨らんで動いて打つ時もちょっとこういう感じ で、最後の最後に左には行きますけど、余裕があったら多分踏み込めるかな、左足は。その中でも時間がないボールとかだったら多分このままこうやってセミオープンっていうか、そういう感じにもなるんで、僕左足あんま意識してないです、回り込む時もうターン、もうとにかくこの状態で早く動いてこっちの足でギリギリまで溜めて一気にスイングっていう感じなんで、まず1つ目のポイントはそんな感じです。はい、続いて2つ目、ボール当たるところのここのフィーリング、はい、ここはやっぱりものすごく大事です。今ちょっとかなりスピンの効いたショットで打っていきますんで、どっちかというとやっぱり前には振りたいんだけど、でもちょっと下から来るって、これがポイント、厚い当たりが欲しいんです、まあ、少し下からなんでこういう感じになると思うんですけど、いわゆるこう擦るっていうのは、これはもう NG です、絶対。あのスピンはかかるけど全然質が上がらないんで、よく潰すっていう言葉あると思うんですけど、潰すイコールグッて力入れるっていうようなイメージがあると思うんですけど、僕はこの厚く当てるけどそこでできるだけ力を抜く、厚い当たりだけど力が一番抜けるポイントで捉えるんです。準備する1つ目のポイント、動いていってここの時に足腰は結構グッて入ってるんだけど、ここは全然力入れないです。まあ、それによってここが乗っかってスイングも勝手にできるんです。ラケットを白帯から1本2本ぐらい上あたりを狙っていくんですね。なので少し下から入っていって、ここで力を厚く当てるけど抜ける感じのところでやってます、はい、ということで実際に打っていきます。まず1つ目のこのターンの感じと動き、右足メインで動いていって、右足メインで動いてちょっと膨らんでいって高い球、あ、ボタンを押して動いていって、よいしょ、で続いて打点の感じです。一番力が抜けるところ、柔らかさを動く意識して少しボールの下から出て膨らませるボール、擦ってるわけじゃなくて厚い当たり、力は絶対入れない、擦らないで、ターン早く、バックの高いところでちょっと詰まらせたい、打点を詰まらせる、打点を遅らせたい、高い軌道で遅れるとね、そこからふわってくるとこれチャンスボール来るんです。低い軌道で振り遅れて詰まらせると低
い軌道から低い軌道でね、で当たり損ねで来たりすると結構これ打ちづらいんですけど、逆クロスのスピンでこういうところで外させた方が次自分が楽に転換できるので、これはねかなり使いやすいんです。まあ、当然相手が左利きだとフォアになるわけですけど、よっぽどフォアが得意じゃないければ全然使えると思います。左利きが。この回り込みのフォア逆クロスのスピン系のショットは攻撃かな、どっちかっていうと安定して攻撃するっていうようなショットになります。僕が意識してこの2つのポイントなので、皆さんもぜひここを押さえてやってみてください。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。